3対2対2の3分線。人気の中心は1番車の佐伯。その佐伯がまずは初日自ら S を取りました。その中で後ろから四国勢が上昇。まず一本棒を崩して6番車の清水、7番の山本がついていきます。さあ四国勢が抑えてすかさず反応して3番車の酒井。酒井がここは前を叩きに行きますが、先頭が3番の酒井に変わる。送り出して清水が3番手、1番の佐伯は現在5番手で金が入って3コーナーです。さあ3番の酒井がまずは初日風を切る展開でしょうか。ちょっと前で流しているか3番の酒井、この辺りグッドペースが上がってくる。追走が2番の酒井から3番手には6番の清水、そして注目1番の佐伯達也5番手、ここからスパートしてまいりました。最終の 1,2 コーナー中間線。さあただ前では3番の酒井もペース上げていって、中段から6番の清水がまくりを打ってくる。さあ1番の佐伯、佐伯は3番手の外、もう一度縦に踏んでまいりまして、ここで先頭が6番の清水に変わりました。2番手懸命の抵抗は2番の笹倉、4コーナー回ってくる。先頭は6番の清水、清水先頭です。ここは佐伯が捉えたか。第9